こんにちは、ココアです。今日は私嵐が好きで、結構ジャニオタなんですけど、ジャニーズのグループのそれぞれの好きな人を紹介していこうと思います。イエイ。はい、ということでちょっと分かりにくいかなと思うんですけど、例えば嵐だったら翔くんが好きとかっていうのをお話ししていこうかなと思います。で、今回はデビュー組で紹介していくので、私の好きな嵐からその下の後輩グループとかをね、お話ししていこうかなと思うんですけど、ちょっと全然わからないグループとかもあるので、本当にイメージとか顔とかで、本当に顔が大きいんですけど、好きな人を紹介していこうかなと思います。好きなグループもすごくあるんですけど、全く知らないグループだったりとかもあるので、そういうのは顔でかっこいい人とかをお話ししていこうかなと思います。ということで早速やっていきましょう。それではスタート。はい、ということでやっていこうと思います。今回もお話ししていくだけの動画なんですけど、ぜひ最後まで見ていてください。ちなみにジャニオタ年表もやっているので、その動画もね、この動画と一緒に合わせて見ていただけたらなと思います。はい、ということでそれではお話ししていきます。じゃあまずは嵐から。嵐はもう皆さん知っていると思うんですけど、私の大好きな桜井翔くんです。桜井翔くんは本当にもう好きなところとか好きになったきっかけとかのお話は別動画で紹介しているんですけど、ちょっとお話していくんですけど、定番の頭がいいところとラップが上手いところ、あと歌声、あと筋肉とか、本当にね、翔くんは全部好きで、ダメなところとかも好きで、もうずっと好きっていう感じです。はい、本当に顔もかっこいいし、めちゃくちゃ大好き。もうずっと好き。だからこれからもずっと好きだと思うって感じです。はい、ちょっと短かったんですけど、こんな感じでポンポンポンって言っていきたいと思います。はい、まず嵐はこんな感じです。嵐も、その、なんか小さい時とかは結構いろんな人を好きになって、その波があったりとかしたんですけども、ずっと翔くんを好きになってから変わらず翔くんが好きっていう感じです。本当に大好き。はい、ということで次は KAT−TUN。KAT−TUN はね、全然よくわからないですけど、KAT−TUN だったら上田くんかな。亀梨くんとかもすごくかっこいいんですけど、上田くんは翔くんがめちゃくちゃ好きということで、よくね、番組とかでも言っていると思うんですけど、なんかイメージとかあんまりどんな人っていうとかのはわからないんですけど、翔くんが好きという理由で、KAT−TUN は上田くんがいいかなっていう感じです。で、ちなみに KAT−TUN の亀梨くんは、実際に見たことがあるんですけど、なんか24時間テレビで募金に行った時に翔くんと亀梨くんを見て、で亀梨くんが1回だけ見たことがあるっていう感じです。はい、でも全然イメージがわからない。なんかちょっとイメージは言っていくんですけど、完璧なイメージっていう感じです。はい、ちょっと適当で申し訳ないんですけど、次はニュースはまっすーです。ニュースはね、好きになっていたことがあって、で、まっすーが好きで好きになったって感じなので、まっすーの好きなところは歌声、もう歌がめちゃくちゃうまいし、なんか声がすっごくタイプでめちゃくちゃ好きです。マもね、まっすーが好きって言っていたんですけど、はい、コンサートとかは行ったことがないんですけど、なんか行きたいなとか思っています。はい、で、次、ちょっとね、一人ずつのコメントが短いんですけど、あんまりわからないこととかもあるので、パッパッと言っちゃうんですけど、次、関ジャニ∞。関ジャニはもう好きになってた時期があって、ジャニオタ年表ではね、言ってるんですけど、そう、ニュースとジャンプとか関ジャニとかキンプリとかはジャニオタ年表でも好きになったことがあると言っているんですけど、エイトはまるちゃんがめちゃくちゃ好きでした。まるちゃんのギャグとか、すごい優しいところとか、めちゃくちゃ面白いところ。で、まるちゃんもなんか歌うまいとかってあんまり言われていない印象なんですけど、めちゃくちゃ声がいいし、すっごくかっこいいと思います。はい。で、エイトは、横山くん、横ちょもすごく好きで、よくヒルナンデスとか見ています。はい。横ちょもね、すっごく面白くて好きですね。でもやっぱりエイトは、まるちゃんが好きで、コンサートに、何年か前なんですけど、行ってた時とかも、オレンジの服着て、で、パンサーとかしてもらってっていう感じで、めっちゃまるちゃん好きでした。はい。まるちゃんはすっごくなんか、優しそう。やっぱ優しそうな人がすごくいいなと思います。はい。次はジャンプ。ジャンプは2人いるんですけど、山田涼介くんと知念くんです。最初、山田涼介くんがめちゃくちゃ好き で、ジャンプも初めて好きになったジャニーズがジャンプなんですけど、その時も山田涼介くんが好きで、演技も上手いし、めっちゃかっこいいし、ちょっと身長が低いっていうのがあれなんですけど、
多分私と同じぐらいだと思うんですけど、歌がめちゃくちゃうまいということで、で知念くんは去年初めてジャンプのコンサートに行って好きになったんですけど、もう見たらめっちゃかっこいいって思って、すっごく知念くんはねそれから好きで、知念くんと山田くんが好きって感じです。でこの2人すっごい仲いいし、なんか絡みとかもめちゃくちゃ良くてすごい好きっていう感じです。はい、でやっぱりジャンプの中だったらダントツ一番人気なのが山田涼介くんで、コンサートの時とかもうめっちゃ赤って感じなんですけど、そうあの山田涼介くんのイメージカラーが赤だからめっちゃ赤ですっごい人気な感じなんですけど、やっぱり山田涼介くんめちゃくちゃかっこよくて好きっていう感じです。ということで次、キスマイフット2。キスマイだったら玉森くんかなっていう感じです。玉森くんはどういう人っていうのかあんまりわからないんですけど、なんか顔がすごいかっこよくてっていう感じで、もう 顔が一番好きっていう感じです。はい、で次はセクシーゾーン。セクシーゾーンは2人いて、勝利くんと健人くんです。勝利くんはセクゾもすごい前に好きになったことがあって、勝利くんがめちゃくちゃ好き。もう顔がめっちゃかっこいいじゃないですか、顔面国宝って感じで、でもう顔がすっごいドタイプだったので勝利くんが好きだったんですけど、なんか最近ケントくんもめちゃくちゃ性格とかがかっこいいなと思って、でケントくんも好きっていう感じです。ケントくんは顔というより性格かなっていう感じです。ケント君のファンめちゃくちゃ多いイメージです。セクゾも結構前に好きになったことがあるんですけど、セクゾはこんな感じです。で次が全然よくわからない ABCG は河合くんはこう最近少クラを見るようになって、少クラのイメージがめちゃくちゃ強い、あんまり歌って踊ってっていうイメージがまだあんまりないんですけど、そうあんまり見たことがないですけど、なんかね面白いイメージで、トークもすごい面白くて、で松潤の真似とかモノマネがすごく面白いっていう感じかな。であとこの ABCG の中でいいなと思うのは塚田くんかな。本当にあんまりよく分かってないんですけど、塚田くんはなんか優しそう、バラエティとかでたまに見たことがあって、で優しそうだなと思って、はい、 ABCG はこんな感じです。で次、ジャニーズ WEST。 ジャニーズ WEST は重岡くんか小滝のぞむくんがかっこいいかなと思います。ジャニーズ WEST もあんまりよく分かってなくて、なんか歌ってるのは見ていたりはするんですけど、あんまりよく分からない。で顔がすごいかっこよくて、小滝のぞむくんがすごくかっこいいなって思って、あと重岡くんもすっごい顔がかっこいい。でも性格とかはちょっとは分かるけどあんまり分かってないって感じで、あとヒルナンデスで見てる桐山くんとか仲間くんとかはちょっとは知ってるかなっていう感じ。ジャニーズ WEST も曲は結構知ってるけど、なんか友達がめちゃくちゃウエスト好きで、前まで好きでお話とか聞いてたんですけど、ちょっとあんまりよくわからないって感じです。はい、次はキンプリ。キング&プリンスはもう最近めちゃくちゃ好きで、めっちゃ一番ハマってるんですけど、キンプリだったらレン君とカイト君が好き。顔だったらレン君だけど、性格がめちゃめちゃ可愛いカイト君で、たまにかっこよくなったりするし、すごいこの2人のコンビがすごい好きです。なんかねもう選びきれない、すっごいもうおしゃれだし、顔がかっこいいし、トークも面白いし、歌もうまい。もうキンプリは全員好きっていう感じで、でも中でもレン君とカイト君かなっていう感じです。そう本当に最近動画とか見まくってめっちゃ好きになってっていう感じで、キンプリは結構よく知ってます。でやっぱり平野翔くんが一番人気なイメージ、一番人気が高いイメージなんですけど、私はやっぱりレン君とカイト君がめちゃめちゃかっこよくて大好きです。はい、最近この2人がめっちゃ好きっていう感じです。であとストーンズもなんか歌とかはわかるんですけど、人とかはあんまり分かってない、そうっていう感じで、中でも好きな人を選ぶとしたら京本大我君かなっていう感じです。歌がすっごく上手くて、なんかすごい人気なイメージだから、そう歌が上手いから京本大我君かなって。なんか性格とかはよく分かってないんですけど、あと田中樹君は海人君とすごい仲がいいイメージだから、田中樹君も好きかなと思います。そう仲がいいからいいかなって思います。はい、で次スノーマン。スノーマンはストーンズより結構知ってるんですけど、友達が結構好きで、そう友達が好きだったら結構ね好きになるんじゃないですか。だからスノーマンも結構知っているんですけど、スノーマンの中だったらラウール君と目黒蓮君が
すごい好き。ラウール君はすっごいなんか見た目がめっちゃ大人っぽくてかっこいいのに、あと歌とかダンスとかする時もすっごくかっこいいのに、なんか喋ると可愛いみたいな感じで、なんかやっぱり最年少って感じなので、すごいかっこいいし可愛いなって思います。はい、すごい見た目がねめちゃくちゃ大人っぽいなって、で顔もめちゃくちゃかっこいいし、歌とかダンスになるとめっちゃキレッキレでかっこいい。であと目黒くんは、もう目黒くんは何より身長が高い、ラウール君もすごい身長が高いんですけど、スタイルがめちゃめちゃ良くて、で顔がめっちゃかっこいいっていうことで目黒くんが好きかな。あと結構言っちゃうんですけど、向井浩二くんは面白くてすごい好きだなって、なんか関西出身だからすごい面白くて、この3人は好きかなっていう感じです。でもやっぱり目黒くんが一番顔はかっこいいかなと私的には思います。スノーマンはみんなめっちゃダンスキレキレだし、すっごいかっこいいと思います。はい、ということでこんな感じで私のジャニーズのグループの中で好きな人の紹介は以上です。はい、ということで今回はジャニオタの私が選ぶジャニーズのグループの好きな人を選んでみました。すっごい知っているグループもあるし、全く知らないグループもあったので、本当にイメージだけとか顔だけで選んだ結果なんですけど、私の好きな推しはこんな感じになっています。ぜひ皆さんも考えてみてください。すごいね、あのファンの方にはめちゃくちゃ申し訳ないんですけど、本当にイメージだけで選んだので楽しんでいただけていたらなと思います。で今回は私の大好きな嵐から、あとデビュー組の中で好きな人ということで、ストーンズとスノーマンまでをご紹介してみたんですけど、本当に嵐より上の世代は全然わからないので、ちょっと今回はねお話ししなかったんですけど、あとデビュー組縛りということでジュニアとかの好きな人とかを紹介しなかったんですけど、最近結構ジュニアも結構知ってるので、またジュニアの中で好きな人とか、なにわ男子とかハイハイジェッツとか美少年とかの中で好きな人とかも紹介できたらなと思うので、ぜひ楽しみにしていてください。でこんな感じで今回ね、ジャニーズのグループの好きな人を紹介してみたんですけど、ジャニオタ年表とか私の動画では嵐関係の動画とかキンプリの動画とかを最近出しているんですけど、いろんな動画アップしているので、ぜひ気になった方は見てみてください。ということで動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ次回の動画も楽しみにしていてください。ではバイバーイ。 Thank you.